皆さん、こんにちは。アウトドアコミュニティビークストリームのアイルです。今日はこちら、勝ノキ国際さんに商品提供いただきましたサバイバルシート。遭難したときとか災害時とかに使うあれですね。結構サバイバルシートとしては厚みがあります。ポケットサイズではあるんですけれども、あの薄い金色と銀色の。 あのペラペラのシートとはまたちょっと違いそうですよねどんな商品なんでしょうかレビューさせていただきますよろしくお願いいたします商品のサイズはいわゆる手のひらサイズ2枚入りで 238g1 つ当たり 119g ということですねサイズ的にも重さ的にも十分小さく コンパクトでで軽いです。自宅に置いておく防災グッズとしてそして登山やハイキングに行く時の備えとしてもそしてとりあえず車に一つ入れておくというのもいいかもしれないですね災害用に用意しておくのはもちろんですけれども車中泊をしたりキャンプに行ったりする時に思った以上に気温が低かったということを 結構あるかと思うんですね。こんな風に広げていますので、元通り小さく収納というわけにはちょっといかなかったですけれども、このサバイバルシート自体、繰り返し使えるようになっていますので、何度も使えるというのはありがたいですね。何かあった時用のレスキューの目印として、この赤というかオレンジのこの色はありがたいです。 また今まで一般的にあった金色と銀色のマットあれはちょっとなんだか僕は使うのが恥ずかしかったんですけれどもこれだったら使えるかなというような印象がありましたこちらの生地なんですけれどもサイトで確認する限り5層になってますねフリースだったり中綿アルミシートそしてもう一度中綿 で生地ですね、5種類の生地が使われていまして結構ふかふかですねサバイバルシートとしてはありえないぐらいのふかふかの寝心地の良さでしたサイズは幅 91cm 高さ 200cm とかなり大柄な人でもすっぽりと入ることができます 僕の身長は162センチぐらいですので、もう十分に生地が余っている感じでした。体温の90%を保つことが可能というふうに記載がされています。5層のコートになっていて、本当に暖かくて寝心地のいいサバイバルシートという印象を受けました。そして、ポリエチレン系の素材でガサガサという音がほとんどしないんですね。 これ結構重要だと思います被災地の避難所なんかで使う場合はこのガサガサという音鳴ってしまうとやっぱり周りの皆さんに迷惑をかけてしまうことになりますのでガサガサ音が小さいというのはとてもありがたくて重要なことかと思います引っ張ったり擦ったりすることに対する耐久性も結構あるようですねこの撮影地は こう、岩だったり石だったり折れた枝がたくさんあったんですけれどもまあほとんど大丈夫だったという印象ですね最終的に枝に引っ掛けてしまいまして少しだけ破れてしまいましたけれどもエマージェンシーシートサバイバルシートとしての耐久性はかなり高い方なんじゃないかと思いましたとにかくね小さくて軽いのに あったかくてふわふわで寝心地のいいというサバイバルシートという印象でしたご興味のあります方概要欄に URL リンクを貼り付けておきますのでぜひ購入して使ってみてください本日はカツノキ国際さんより商品提供いただきましたサバイバルシートの商品紹介レビューでしたピークストリームではこのように皆様のお役に立てる情報をどんどん配信してまいります チャンネル登録、いいねボタン、どうぞよろしくお願いいたします。アウトドアコミュニティ、ピークストリーム、アイルでした。